今月12日の配信でアメリカ大手メディアのブルームバーグが東京都内の死亡者数、新型コロナ感染症拡大局面でも急増見られずという題名で記事を載せています。その内容は次のようなものでした。新型コロナウイルス感染症が拡大していても東京都の全体の死亡数は急増していない。感染の有無を調べる検査数の少なさが批判される中、この数字は感染症拡大がおおむね制御されているという政府側の主張を補強するものだ。そして東京都のデータからは都内の新型コロナ新規感染者数がピークをつけた4月の数字はまだ確認できないが、1月から3月の死亡数は過去4年の同じ時期の平均を 0.4% 下回った。このデータでは死因の詳細はわからないが、日本は新型コロナの流行の中心地となった中国以外で感染例が早期に見つかった国の一つであるにもかかわらず、感染拡大局面でも死亡数が急激に増えなかったことを明確に示している。今年3月の死亡数は前年同月よりも428人多いが、2月は1200人少ない。新型コロナの発生による真の死亡数を把握する手法として超過死亡という指標が広く提唱されている。この数字にはウイルス検査を受けずに亡くなった人や別の原因で死亡した可能性があるが医療提供体制への負荷が高まり治療を受けることができなかった人も含まれている。新型コロナが原因の日本国内の死者数は今月13日時点で687人と米国の約8万人や英国の3万2千人に比べてはるかに少ない。日本の感染者数と死者数は主要7カ国 G7 で最小だ。日本はクラスター、感染者集団の特定とそこからの感染拡大防止に重点を置いている。政府側は国内感染者の実際の規模はわからないことを認めているが、感染者の補足ができていないわけではないとの立場だ。また、政府の専門家会議の尾身茂副座長は、今月4日の記者会見で、PCR 検査数は少ないものの、コンピューター断層撮影、CT の活用は進んでおり、日本の医療制度は肺炎を起こすような重症な症例を感知できるようなシステムになっていると説明。そのような中で、死亡者数はほぼ正確な数を表していると語ったことも伝えています。記事はここまでですが、加えて尾身茂副座長は PCR 検査体制が不十分であるため新型コロナウイルス感染者の全体像をつかめていないのではないかとの疑念の払拭に努め、その上で日本の死亡率は圧倒的に低いと訴えています。そして日本の10万人あたりの PCR 検査数は他国と比較して明らかに少ない。これは間違いないと強調。必要な人が受けられるようにするべきだと専門家はみんな思っている。今のままでは不十分とも述べ、日本の PCR 検査の現状を問題視する姿勢を見せました。この件から感染拡大する局面でも死亡者数が急激に増えなかった事実を示すデータに、海外から様々なコメントが寄せられています。その一部をご紹介しますのでご覧ください。僕はこういうポジティブな報道だけシェアしていくつもりだ。気がめいる報道があまりにも多すぎる。何を言っても日本は欧米や他のアジアの国、あるいは米国よりもよくやってるんだが、もう終わりだなんて言ってた悲観論者はどこに行ったの？ここ2週間で状況は良くなってきてるって考えてる人のことをナイーブだなんて言ってバカにしてたよね。もちろん数週間先のことはわからない面もあるけどさ、まあずっと悲観的になってればいいよ。日本は大規模な検査をしてない。そんな政府の数字を信じるの？これは全体の死者数に関してだから検査云々の話とは関係がない。過去5年の平均を下回っているということはウイルスは大きな影響を与えていないということ。悪いニュースは盲目的に受け入れるのにポジティブなニュースには疑問を抱く、そういう人たちを見てると面白いよね。
かなり興味深い数字だな。陰謀論に対する強烈なカウンターパンチだね。これは特に驚くようなニュースじゃない。日本はもともと世界一の長寿国だし、パンデミックにもうまく対処したのよ。これは嬉しいニュース。この傾向が4月、5月も続いていくといいんだが。今はまだ新型ウイルスの犠牲者の数を正確に知る術はない。だけど少なくとも亡くなった人の数は増えていない。それは私たちを安心させる事実だと思います。本当に本当に励まされる。今後も今の傾向が続くことを願おうじゃないか。動画の内容がいいと思った方は高評価、チャンネル登録していただくとさらに嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。